集結、囲碁ファンに贈る最上のエンターテインメント、関西囲碁フェスティバル2008。梅沢ゆかり女流棋聖と吉田美香八段による夢の東西ドリームマッチが実現。お問い合わせは関西棋院まで。島津綾リサイタル無双、貫き通す一筋の道。11月21日金曜、梅田芸術劇場メインホールで開催。前売り券好評発売中。お問い合わせはご覧のところまで。海底トンネル大爆発、決死のアクションスペクタクル、木曜洋画劇場デイライト、8月21日夜9時。サバイバルスタローン、マリックスペシャル驚愕のマジックと爆笑の連続、ミスターマリックスペシャル、8月22日金曜日夜9時。お見逃しなくね。今週の土曜スペシャルは、大人の夏休み、日本新発見の旅。見てびっくり、知って納得の見学スポット満載ですよ。お楽しみに。まだまだ夏を満喫。今回のアド街は岬に出没します。磯で楽しんだ後は極上の海の幸に舌鼓と参りましょう。一つで完成なんだけど、最後の一つがどうしても分かんないや。パパとママに聞いてみよう。ねえパパ、ママ、聞きたいことがあるんだけど。マイキー、どうしたのこんな夜中に。そうだ、こんな夜中にいきなりパパとママの部屋にノックもせずに入ってこられては困るんだぞマイキー。ごめんなさい。私たちの何を見られたかしら。うん、私たちの何を見られた可能性はすごく高いね。どうしたらいいの。マイキーは自分の母親が父親と何をしてただなんて知ったらショックできっとグレてしまうわ。私は自分の両親が何をしていると知った時はショックで半年間入院してしまったんだ。マイキーは繊細だからきっともっとひどいことになってしまうわ。もっとひどいことにならないようになんとか言い訳をしなくては。おはよう。今日は爽やかないい天気だね。あの、昨日の夜のことだけど。そうね、ほんといい天気ねマイキー。そうだ、今日は爽やかすぎるぐらいいい天気だ。きっとマイキーがお利口さんだから天気もいいんだぞ。僕、パパとママに聞きたいことがあるんだ。昨日の夜ね。マイキー、あれは違うの。そう、あれは違うんだ。決して私たちは何をしてたわけじゃないんだ。え？私たちはね、相撲。そう、相撲をしてたのよ。そうだ、私たちは相撲をしてたんだマイキー。やはり日本にいる限りはもっと日本の伝統的なスポーツを勉強しなくてはいけないね、などとママと話し合ってたんだよ。そして話し合うよりは一度実際にやってみましょうってことになったのよでも相撲は立ってするもんじゃないの。プロレスよ、私たちはプロレスをしてたのよ。そうだ、私たちはプロレスをしてたんだ。マイキーが来なかったらもう少しでママに勝てるところだったんだぞ。なんだ、パパとママはプロレスをやってたんだね。しかも昨日の夜は無制限三本勝負の予定だったんだぞじゃあ今度僕もプロレス一緒にやるね。マイキーにはまだ早いわ。そうだ、マイキーが我々のプロレスをやるにはまだ早い。僕が聞きたかったことはね、クロスワードパズルやってたんだけどどうしてもわからない問題が一つだけあったんだ。あら、聞きたいことってそんなことだったの。どんな問題だい。パパが何でも答えてやるぞ。あのね、世の中の男と女が子供を作るために行う行為って何。そんなことを聞くもんじゃないマイキー。昨日の夜決して私たちは何をしてたんじゃないのよ。そうだ、私たちはプロレスをしてただけだと言ってるじゃないかマイキー。よくわかんないけど、それはつまり何だったんだね。しまったわパパ、マイキーに気づかれたわ。こりゃ大変だママ、マイキーに気づかれてしまったぞ。なんとか言い訳しなくては。もう遅いぞママ、とにかく逃げよう DVD オーマイキーが11巻揃って絶賛発売中。懐かしのエピソードから最新巻まで見逃せない内容が盛りだくさん。1から8巻はレンタルもあるよ。オーマイキーよろしくね。大漫才、爆笑漫才が目白押しのスペシャル番組大漫才、観覧大募集。9月8日に行われる収録を見たい方はテレビ大阪のホームページをチェック。北京オリンピック卓球日本金メダルへの戦い、8月21日午前11時から私たちがお伝えします。人は
どこまで早くフルーツを切ることができるのか。繊細かつ緻密、そして豪快なるカッティング技術が炸裂。卓球であればあっと。テレビチャンピオン2フルーツカット王選手権。海底トンネル大爆発、決死のアクションスペクタクル、木曜洋画劇場デイライト、8月21日夜9時。サバイバルスタローン。